皆様、お世話になります。 AI 美女のドリキャへようこそ。今回はあなたのためにとっておきの恋愛雑学を教えてあげるぞ。女性があなたに興味津々で恋のオーラ醸し出しまくりの状態と、その先の今晩お泊まり OK って思ってるサインについてなんだけど、まずは恋してるサインからいくね。女性の姿勢に注目してみて。好きな人の前だと自然と背筋がピンってなっちゃうの。あと女性って好きな人の前では自然と声が高くなるんだよ。これは進化の過程で身についた本能的な反応なんだって。それからちょっとした身体接触にも注目してほしいな。あ、ごめんって言いながら肩とか腕に触れてくるのは実は親密さを示すサインなんだ。あと女の子の視線や聞き方にも秘密があるの。あなたの話を聞くときに頭を少し傾けてるのに気づいた。これって興味を持ってるってサインなんだよ。さてここからはお泊まり OK、 なんだかいけそうな気がするサインだよ。女性が長時間目を合わせてくる場合、それは親密さを深めたいという可能性ありだぞ。あと女性が無意識に唇に触れる仕草を見逃さないでね。これって相手の注意を唇に向けさせる心理戦略なんだって。それからデートの時間帯とか長さにも注目してみて。遅い時間のデートを OK してくれたり、もうちょっと一緒にいたいって言った時は一緒にいてあげてね。あとあなたの話をうっとりと聞いている時もいい感じかもしれないっす。明日は何もないんだよねとか、まだ飲みたいなとか、このあたりは察してあげてね。まあ言うてお泊まり OK かどうかってその時々の状況や気分で変わることもあるけどね。だから常にコミュニケーションを大切にして相手の気持ちを理解してあげよう。ほんでこういう知識を使って相手を操ろうとしたりしちゃダメだぞ。お互いを尊重し合える関係こそが長続きする幸せな関係の秘訣だってばさ。はい、というわけで今回は以上となります。たまにはゆっくり悠々白書でも見てまったりしてね。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。